はい、どうも、ジンです日本からの動画は久しぶりですかね。ずっとね、アメリカでのトレーニング動画とか、そういうの上げてたんで、日本からのこういう動画ってちょっと久しぶりだと思うんですけど、まあ、歯の調子もね、良くなって、まだなんか若干たまに腫れたりするんですけど、無事日本にも帰国できてね、また、大会に向けて今一生懸命減量してるところです。で、まあ、アメリカでね、向こうでのジムだったりとか、まあ、いろんなすごい、まあ、オリンピア見に行ったりとか、まあ、そういうことをして、いろいろ、まあ、思ったこととか吸収したこととか、今後の目標とかをね、今回の動画でちょっと語っていけたらなと思いますで、とりあえずの11月の、19だったかな、僕毎年出て NPCJ っていう大会あるんですけど、それに、今年まだね、1回も大会出てないんで、その全日本大会が、11月19日かなにあるんですけど、それをちょっと出ようかなと思ってます。で、今減量ちょっとしてるんですけど、今年初の減量なんでね、少し、食事に苦戦してるというか、炭水化物への欲求がね、少し我慢するのが今しんどいところです。ただもう1ヶ月と本当に2週間ぐらいしかね、期間ないんで、急ピッチでちょっと進めなきゃね、いけないところなんですけど、それに伴って、せっかくね、僕減量してるんで、なるべく僕のその減量食とか減量中のトレーニングとか、そういうのを、なるべく細かくね、これから減量しようとか、ダイエットしたけど失敗したみたいな人たちって多分見てる方でいっぱいいると思うんですよ。で、質問とかでも実際そういう質問とかね、たくさんメールいただいたりするんで、なるべくそういうものをちょっと食事と、まあ、一番大事なのはもちろん食事なんでね、食事とトレーニングっていうのを、まあ、なるべくね、できるだけ見せていけたらなと思ってます。なんで、ジンズキッチンってその減量食とかね、そういうのよく動画でやってたと思うんですけど、その減量食作る動画 の、 その食事系の動画と、あと減量中の筋トレ動画と、あと、最近ちょっとあんまり上げてなかったんですけど、そのトレーニングするときに、例えばアームカールするんだったらスピネイトした方がより二頭筋入りやすいですよ、まあ、そういうちょっとしたテクニックとか、そういうなんかノウハウ系のね、動画もまたちょいちょい上げていけたらなと思ってます。基本的にその食事と筋トレと、あとまあこういったね、ちょっとトーク系の動画とあとたまにね、ぶっこんで企画とかね、コラボ企画とかできればなっていう、まあ、そういう動画をね、これからも上げ続けられたらなと思ってます。で、10月の末にね、ハロウィンもあると思うんで、その頃はまあ体バキバキだと思うんで、その時にね、なんだろうなまた面白いね、企画系の動画とかも撮れたらなと思ってます。でも基本はね、僕の基本は、まあ、いろんな、ね、グランドキャニオンでのちょっとおバカな動画とか上げたりとか、大阪でのああいうのとかやったりしてるんですけど、僕の基本は、あくまで筋トレなんで、そこの軸だけはぶらさないように、今後もやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。そうで、アメリカにね、行って学んだことというか感じたことっていうのは、まあ、実はものすごいたくさんあって、今回はそれが本当僕にとってものすごい大きな収穫だったなと思ってます。そしてこれは僕にとってね、ものすごいチャンスにしか僕には今見えてないっていうか、聞こえてないんですけど、今までその IFBB っていう、まあ、要はオリンピアって大会があるわけですよね。この間僕がラスベガスで見に行った大会なんですけど、ミスターオリンピアって大会があって、で、このミスターオリンピアって大会はどんな大会かっていうと、ボディービルとかフィジークとかの女性のビキニだったりとかフィギュアだったりとか、まあ、そういう肉体系を競う競技があるんですよね。あとクラシックフィジークとかで、そういう肉体を競う競技の世界最高峰、まあ、要は世界でナンバーワンを決めるのはこの大会ですよっていうのが、そのオリンピアって大会なんですよ。で、そのオリンピアっていう大会を仕切っているのがIFBB っていう団体なわけですよね。で、この IFBB っていう団体が、最近までだと、要はアメリカの国籍を持ってないと出れませんよって大会だったんですよ。まあ、簡単には
グリーンカード持ってて向こうでしっかり税金を納めて、アメリカに貢献してない人間はうちの大会出れませんよっていう感じだったんですけど、なんとそれが今年から、団体同士でもいろいろね、アメリカの中の団体であるみたいなんですけど、それがいろいろ対立したりなんだかんだして、その IFBB っていう団体はよりやっぱその優秀な選手とか貪欲な選手とか、やっぱいい選手っていうのはそのアメリカ国籍持ってないから出れないだけでいっぱいいるんじゃないかってことで、オープン体制っていうのになったんです。オープン体制、つまり簡単にどういうことかっていうと、国籍持ってなくてもそういうアマチュアの IFBB っていうその団体がやってるアマチュアの大会を各国でやるわけですよ。日本でやるかは分かんないし、多分やんないとは思うんだけど、いろんな多分地域でやるんですよね。でその大会で優勝したりとか、こいつすごいなとか目にかかるような選手がいれば、お前プロにしてやるよっていう新体制になったわけですよ。今までプロになるには、例えば日本だったらその山岸プロがプロになったように、例えば JBBF ってその IFBB の傘下の傘下っていうか、前日本の IFBB の傘下がその JBBF だったわけですよ。でそこでなんかある程度、今は JBBF でどんな結果で出してもね、IFBB のプロにはなれないらしいんですけど、その山岸プロがなられた時はその JBBF でそれなりに結果を出して、なんか推薦やらなんやらも多分いろんなこれが必要なんだと思うんですけど、大人の事情があるんで、いろんな多分こういうのを経て、プロになれますよっていうのが多分あったと思うんですけど、今それが用意されてなかったわけです、今までっていうのは。ところがそれが、そういう日本の団体、どこの団体に所属してるとか、どれがどうとかっていうの関係なくて、その IFBB っていう団体がオープン体制でやってる大会に出て、それでいい成績だったりとか、こいつすごいなってお目にかかれば、優秀だなと思えばお前プロにしてやるっていう新体制になったんです。つまり IFBB のプロになればオリンピアに出れるわけですよね、なんで僕ら日本人だったり、もちろん他の国のね、韓国の選手とかもそうだと思うし、ね、もしかしたら東南アジアとか、中東系の選手とかもいっぱいいると思うんですけど、そういう今まで、出たいのに出れないってくすぶってた選手たちが一気に出れるようになったわけです。簡単に言えばね、よく言えば誰でもオリンピアに挑戦できる可能性があるってことですね。可能性がある。今まで好きな選手誰だって言ったら、大抵がそのフィジック選手、僕たちみたいにフィジック競技やってる選手っていうのが、じゃあオリンピアの誰々とか IFBB プロの誰々って言ってたと思うんですけど、そこに自分が立てる可能性が出てきたってわけですね。そこはね、本当に時代に感謝なんですけど、可能性が出てきたってわけですただ悪く言えば、めちゃめちゃね、能力があったりとか、めちゃめちゃセンスがあったりとか、めちゃめちゃね、すごい体してる選手で、そこに出たかったり出れなかった選手が一気に出てくるわけですよね。ってことは今までの、IFBB プロの大会よりもさらにレベルが格段に上がると僕は思ってるわけですね。なのでもう本当、結果だけがものを言う世界というかね、になったわけですよ。でもこれっていうのは、日本のフィットネス文化っていうのはね、そのアメリカ行って思った、僕19じゃなかった、20前半の頃ね、一時期ニューヨークにちょっとばっかり住んでたところがあって、その時も感じてたんですけど、全然違うわけですよ、文化が朝ね、早めに行ってもみんなジムに行ってるし、トレーニングして何かをするから何かをするのが当たり前みたいな文化なんですよね。なんで意識も違うし、器具のね、多さとか広さとか、本当その一つ一つの何から何まで全部違うわけですよ。なんでその文化にやっぱり、今回もね、アメリカに行って触れて、やっぱ僕はね、オリンピアも実際に目の当たりにして、そのタイミングでそういうオープン大事になりましたよっていう話を聞いたんで、これはもうなんだろう、チャンスでしかないなって僕は思ってます。欲を言えばね、今僕27なんで、これが23歳ぐらいで今のね、僕のスペックぐらいだったらより良かったなっていうのは、欲を言えばそうなんですけど、でもね、今のこの27でこういう状態でね、そういう話を聞けたっていうのはすごい僕にとってチャンスだなって思ってます。もちろん僕だけじゃなくて、他のね、日本にいるね、優秀な選手ってまだいっぱいいると思うんで、とか20代前半の若い選手とか、今最近すごい選手いっぱい出てきてますけど、みんなにとってチャンスだと思います。ただね、これをチャンスだと思うか
そうじゃないと思うかは、人次第だと思うんで、せっかくのね、僕はチャンスだとこれは感じてるんで、来年からは、まあ、一発目の大会がどこの国で、どういう形で開催されるかっていうのはまだ情報取れてないんですけど、来年からはその IWB のプロになるためにどうしたらいいのかっていうのを考えながら、そのね、IWB のオープンのね、アマチュアの大会に僕はこれから、来年からはそれを目指して、いきたいなと思います。やっぱああいう風にね、あの本場の文化に触れて思ったのは、僕レベルなんてのは本当に何だろう、もうゴロゴロいる、ゴロゴロトレーニングしてて僕レベルってのは本当に全体の本当に大多数が僕レベルぐらいと思うぐらいのレベルだったわけですよね。もちろんその脱いだ時にじゃあしっかりね、バランスよく成長してるとか、まあ、そういうのはね、脱いでみなければステージに立たないとわからないんで一概には言えないけど、やっぱり向こうのジムにいた時のそのなんだろうな、他の一般の人でもトレーニングに対する意識とか集中度とか、なんかそういうのってのはやっぱその日本とはその桁違いで、なんかいるだけでそのパワーをもらえる、ジムにいることがすごい楽しい。どんな疲れててもジムに行かなきゃって意識になるし、いくらトレーニングしてもついこの部位やりたいこの部位やりたいって、なんかもう体っていうかね、心がすごい踊ってしまって、ものすごいそれが楽しかったんですよね。なんでやっぱりそのこれから僕はそのアメリカにね、今回行って思ったのは、これから僕がどういう風に自分がなってきたいかっていうのは、もちろんそのアメリカに行くためには時間だって必要だし、お金だって必要なんで、そこはやっぱりその自分もね、まだペイペイっていうかね、会社作ったばっかですけど、自分でその会社を作って今自分で授業やったりとかしてて、やっぱここの部分は絶対に欠かしちゃいけない部分で、でこれをいかに、自分で時間やお金を作りながら、そういう本当のね、例えばそのアメリカに行ってじゃあ大会に出るだったりとか、そういうのってやっぱり1回行けば1週間とかね、下手したら2週間3週間多分もっとすごい選手だったら、じゃあ大会に1ヶ月前からアメリカに入ってコンディション作りだったりとか絶対あると思うんですよ。でその間1ヶ月間全く仕事できないじゃ、ね、お話にならないわけで、じゃそういうのをいかに今後そういう、なんだろうな、自分が向こうにいる間に、じゃあ仕事がちゃんと回ってお金が自分に入ってくるようなものをどういうふうに回していくかとか、そういう環境をどうやって今後作っていかなきゃいけないのかっていうのが、アメリカに今回行って僕の今後の課題だなと思ったわけですよね。だからそれを明確な、自分の課題っていうのが見えたっていうのが今回のアメリカですごい一番いい収穫だったなと思います。でね、日本で IFBB のフィジークプロっていうのはまだ誰一人いないんで、一人目になりたいですよね、せっかくなんでね。でやっぱりその僕がね、いつもトレーニングしていただいてる師匠とか、僕がそのゴッドと崇めてる人が、まだ他に 2,3 人ほどいるんですけども、やっぱその人たちっていうのは言い訳は絶対しないんです。言い訳は絶対しない。どんな言い訳をしないかって言ったら、生活するために綺麗事抜きでやっぱお金って絶対必要で、じゃあアメリカ行くのにも絶対お金必要で、向こうに滞在してる間じゃ仕事できない間もずっとお金ってかかり続けるわけで、やっぱそこをクリアにしない限り、今僕が言ってるようなことっていうのは現実にならないわけですね。でその僕がゴッドと言ってる人たちっていうのは、そこをやっぱりその当然というか当たり前のように、もう空気を吸うようにそこを当然のようにこなすわけですよ。当然のようにこなしてて、そこをやった上でじゃあ趣味のトレーニングをやられてたりとか、例えば僕の師匠だったら、これからトレーニングって僕の師匠実は趣味でやってるんですよ。本当に体の大きさとか筋量で言ったらね、どこかの本当すごいビルダーなのかなと思うぐらいなんですけど、実は趣味で師匠っていうのはトレーニングしていて、でその趣味の延長上でこれからね、ジムを作るんですけど、港区の方にジムを作るんですけど、そのジムももうめちゃめちゃいいマシン、ハンマーストレングス、海外のすごいいいマシンを入れて、とんでもないジムを今作られてるんですよね。でもそれは別に本業じゃないんですよ。本業じゃないんですよ。やっぱりその趣味とか好きなことをやる上でも、やっぱりその
ちゃんとそれなりにやっぱ稼ぐ部分ってキャッシュポイントってやっぱ作ってないと好きなこともできないわけで、だからそこはやっぱ僕は言い訳なしに今後自分が頑張って作っていかなきゃいけない部分はやっぱ第一に仕事だなっていうのはすごい感じました、うん、アメリカに1週間、まあ飛行機の時間入れたら8日9日ぐらいいたんですけど、やっぱ何やるにしてもね、綺麗事抜きにやっぱお金ってかかるんで、やっぱそこの部分をいかにあのクリアにしながら自分の好きなことを追求して、それを今度は、結果を出した時にまたそこのキャッシュポイントにどれだけつなげられるか、うん、やっぱ好きなことやり続けるにもやっぱ絶対にその部分っていうのは必要なんで、そこはちょっと綺麗事抜きにね、逃げずにちゃんと向き合ってこれからやっていかなきゃいけない部分だなってのはすごい感じました、うん、まあ、理想はね本当師匠とかね、まあ、師匠も僕そのゴッドのうちの一人なんですけど、僕がゴッドと崇めてる人たちのように本当にね、時間やね金銭面的にものすごい余裕があって、趣味をとことん追求できてっていう環境をやっぱ作れるっていうのは僕の中で一番今理想の状態、その上で向こうのプロになって、さらにね、なんだろうね、日本人初じゃないけど日本人としてね、海外でも通用するんだっていうのをちょっと証明したいなっていうのはすごい思いました。今回アメリカに行ってその新体制になった、オープン体制になったっていう話を聞いてね、そこをね、これからの一番の目標にしながら、仕事とトレーニングにメリハリしっかりつけてやっていきたいなと、ものすごく思いました。本当にね、社会的な地位とか金銭面とか時間の余裕で目指すところは本当師匠なので、うん、あと僕の師匠っていうのはそれをもう全て持ってるというか、僕が本当になりたい人物像なんですよね、うん、まあ、その人物像、自分がなりたいと思ってる人が常にね、あの近くにいてくれて僕にいろいろアドバイスいただいたりとか、そういう環境ってのが今ものすごい本当に僕にとってありがたいし、やっぱこのチャンスとか環境を逃したらね、今逃したら絶対僕後悔するし、今後ねさらに飛躍できる可能性ってのは低くなると思うんでね、こういったチャンスをしっかりものにして、僕もね突き進んでいきたいなと思いました。で、これからの動画は、先ほどお話したように減量のね動画っていうのをちょっと中心に出していけたらなと思います。で、大会まであと1ヶ月と、まあ、19なんで2週間ぐらいあるのかな、1ヶ月2週間ぐらいあるんで、僕と一緒になんか減量しましょうみたいな、そういう感じでやっていこうかなと思って、で、その時に必要なものだったりとか、最低限のルールだったりとか、減量中に最低限これはあの逃げ道として揃えておいた方がいいよみたいな動画とかも、どんどんどんこれからね毎日毎日上げていくんで、それも皆さんに用意していただいて一緒にちょっと減量しましょうみたいな。で、1ヶ月で僕は多分だけどあと5キロぐらい減らさなきゃいけないです。1ヶ月と2週間で5キロ以上は多分減らさなきゃいけないので、皆さんも例えば僕と一緒にこの減量して1ヶ月と2週間で何キロ減らしますって目標立ててもらって、僕と一緒に減量ぜひしましょう。でね、減量中のちょっと辛いこととかね、いやこれ今こうなんだよなみたいなことも動画で話しながら、皆さんと共有して、まあ、動画越し画面越しになると思うんだけど、それでなんかねみんなと一緒に減量してるような感覚に、励まし合いながら減量してるような感覚に、なれればなと思います。ということで、日本来てからね初のちょっと動画なんですけど、これからもちょっと新しいね目標できて、これからさらにね頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。じゃあ、バイ。